どうもどうも、イカステジョナサンの川村です。お待たせです。ザ・ハイローズ、はい、裏ヒット曲でございます。来ましたね、ついにハイローズ語っていきましょう。いきましょう。まあ、裏ヒット曲ということでね、うん、まあ、隠れた名曲を3曲ずつ発表していきます。そうですね。じゃあ、あのハイローズってやっぱ人気あるけど人気ないみたいなさ、なんか微妙なとこじゃない？なんかバンド好きだったり、うん、音楽ロック好きな人はまあ、うん、知ってるとは思うけど、うん、いわゆるテレビのヒットチャートを追っかけてるような、うんうん、人たちはまあ知らないよな。微妙だよね。知らないまま、そう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 、死ぬと思うわ。死ぬと思う。いや、この動画で知って死んでもらおう。そうなのよ。ことなんですよ。そして、はい、フラッシュですね。フラッシュ。ハイローズのベストは、うん、超いいね。いや、もうね、最高でしょ。サンダーロードクソいいからな。めちゃくちゃかっこいいね。うん、これ、まっちゃんの CM 流れてましたね。ハイローズで確か一番好きなの何ですかみたいな質問されて、ああ、そうか、リアルタイムでそこは感じたよってことか。うん、あ、どういう感じなのそれ。やっぱ当たり前だけど、新曲も出なくなるんだっていうのが一番悲しいよね。うん、僕はヒロとマーシー存在した時はあのハイローズ活動休止というか、あ、解散した後。そんな後期なんだ。うん、で、そうなんだ。今度ヒロとがソロシングル出しますっていう時、真夏のストレート、真夏のストレートを出すっていう時に俺知った。僕からいきますね。はい。裏ヒット曲、うん、ということで、うん、確実に選ばれる曲です、こちら。あ、そうなの。みんな大好き。あ、ほんと。パンダの心。うわー、結局ささくってんのかな。まあ、みんな好きでしょっていうのがあるから。これはみんな好き。口ずさんだよね。口ずさむね。あのシングルなメロディーが上野に行ったら、うん、ファンタイだ。バカ雑誌や、うん、バカテレビにさ、うん、生き方を教わるけど、ヒープも入ってそう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 、動物のパンダの生き方みたいなものが結局買ってんじゃないかってね。そうだね。なんかこれ、初め上野グルーミーっていう曲にする予定。ああ、そうだね。そしてパンダのところがないのいいよね、かわいい。で、やっぱそのスタジオ版ないっていうのでちょっと目立ってるし。そうだね。それでちょっと話題になる。確かに。隠れた名曲は上げてくださいって言われると、うん、まあ、まず名が上がれるんだろう。そうだね。大曲かもしれません。もうハイローズの。もうハイローズの方がいいよね。いいです。ただ、ミニアロンってね、曲が少ないけど。はい。じゃあ、私のおすすめする裏ヒット曲1曲目は。バーカーうわぁ、バーカーをぶちまけろということなんですけども。来ましたねー。あの、こういうの多いよね。カッコで入れて。カッコで。ちょっとまず好きだよね。カッコ。カッコに入れたりするの。まあ、バカだけだとちょっと味気ない。ちょっとね、怖いからね。政治家にもバカがいる。先生にもバカがいる。これもトゲあるね、そう。どこにでもバカがいると。これもじゃあマーシー。これがマーシー。やっぱマーシーは本当にトゲトゲだね。トゲトゲ。うん、トゲトゲのマーシー。これ、しかも、うん、メロディーいいよ。いやー、いいね。いいね。途中の B メロっていうの。うん。あ、そう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 。そこの変わるとこ、天才だね。いやー、めちゃくちゃいい。メロディーいいね、そこで。グッてそこにやっぱ引っ込まれる。うん。いや、いいね。好きだよ、すごいね。リラクシン・ウィズ・ハイローの一番最後の、はい、こちら、バカでした。バカでしたっていう語弊がありますけど、こちらバカ怒りの、はい、あ、違う、バカ男の怒りをぶちまけろでした。見てるです。他の人が出してるのを見るのがバカですね。確かに確かに。やっぱ、うん、さあ2曲目ですか。いやー、もうめっちゃ好きなの選んじゃうよ。じゃあ、いやー、めっちゃ好きなやつ選んじゃうわ。書きました僕は。
いや、どうしようかな。いつも、僕が待ってます。確かに。編集してるんで待ってない感じになってますけど、ずっと僕が待ってる。古い本の匂いがするな。古い本の匂い。昔のですからね。インタビューも載ってるんですよ。そう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 。じゃあまた僕からいきますよ。はい。こちら大好きでございます。お願いします。2曲目。映画。おお。映画ね。これはね。映画ね。超好きです。いいね。名曲でしょ。いや、いいと思う。これ。河村映画好きだしね。そうなんです。それもあるよ、ね。めっちゃ映画好きなんですよ。うんうんうん。本当に年間もう百何十本で見てるんですけど。いいです。マジで。異常しか。異常なぐらい僕映画見てるんですけど。映画の歌でもあるけど、まあ、声の歌なんだよね、一応。ラブソングなのかな。あの子に会えたらなって言って。あ、映画を見に行く途中に あの子が偶然いたらな、同じ映画あの子が偶然見てたらなっていう歌なの。そんなラブソングなんだ。そうです、うん、これはもう僕の気持ちも入りますけど、うん、本当だったら、うん、あの子に一緒に映画見ないって誘いたいなっていう歌なの。あ、そういうのも。だけど誘う相手がいない、うん、俺は一人で見に行くっていう歌なんで、映画本当は見たいの、女の子。うん、だけど見る相手いないから一人で見んのよ。俺も今ずっと一人で。そうでしょ。恋っていいなって思いますね。恋したいね、うん、私が選ぶ裏ヒット曲2曲目はこれ、ゲルゲルめっちゃ好き。出してくれた。めっちゃ好きよ。めっちゃ好き。俺も給食無理やり口に詰め込まされたと。本当に俺の体のこと心配してんのかっていう、うん、常識的な発言と非常識な行動だっていう。うまい。そしてまずけりゃ。いや本当にね、だこれはいい曲だね。食い物の歌なんだけど、そのなんか思想というか、そう全部そう、それにもうちょっと通ずるんだよね。もう、うん、自分に合わないものはこっちから願い下げだってことよ。そう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 、全部がそう。だテレビには映せないものでも、ラジオでは喋っちゃいけない言葉でも、うまけが食う。いや、めちゃくちゃいい曲じゃん。そこよ。めちゃくちゃいい曲ゲロ。俺が上げてないけど、うん、めっちゃ好き俺このゲロ。あの実はこのゲロ俺の好き。このゲロね、このゲロって俺のゲロみたいな。このゲロはもうね、もらいゲロ、もらいゲロしてる。もらいゲロ。ロブスターに入ってますけども、ロブスターめっちゃいいだろうな、うんうん、めっちゃいいよ。いや、めちゃくちゃいいよ。はい、ロブスター素晴らしい。あ、ゲロでした。ゲロ素晴らしい。ありがとうございました。いやー難しいな。どうしようかな。毎回俺が持ってカットしてますけど。よし、じゃあ出しちゃいますよ。何がですか。岡本くん。うわー、岡本くん。僕あのゆっくりした曲が結構好きで、うんうんうん、でハイローズもやっぱり何曲かあるけど、うん、そんなでもとにかく異彩を放ってますね、この曲は。なんかもうハイローズとは言えないよな。悲しみっていうジャンルがもうこんなに悲しい雰囲気の曲あるっていうぐらい悲しいよな。そうだね。岡本君に何が起きたのか僕分かりませんけども、うん、もうなんか俺岡本君友達でもなんでもないけど、うん、葬式行きたいもん岡本君。なんか情景が思い浮かぶの。そうそうそう、情景がすごい浮かぶ、うん、これは。岡本君のいない夏は抜け殻のようなんで、うん、そしてマーシーのソロアルバム、うん、夏の抜け殻。ああ繋がってますよ。そうか。だから僕はやっぱ岡本っていう名字の人に言うとね、うん、まさかって思っちゃって。岡本くんなの。思わねえよ。岡本くん、また会おう。岡本くんってね、いいよね。私が選ぶ3曲目は変身リベンジャースーパーハワイトボック。いやこれね、不思議とね、藤津さんね。いやこれね、この曲めちゃくちゃかっこいいでしょ。うん、もうね、僕はその学校あんまり中学時代行ってないんですよ、はい、行ってないんですけども、これ聞いたのも高校生ぐらいで、やっぱやられたらやり返すみたいな、うん、この戦えよっていうことなんですね。ああそうだね、うん、
いや、やり返せなかったんで、まあ、あれですけども。今だったらやり返せるってことだな。そうそうそう。電子リベンジャー、プロファイトワーク。これはね、今の子供にね、聞いてほしい。うん、この曲は。なんかやられたら、やり返せよっていう。タイトルもなんかもう、ちょっとバカみたいな。そうよ。何言ってんの？変身リベンジャー、スーパーファイトバック。適当に並べたでしょ、メタクなんかメンバー同士のさ、なんかセリフみたいなのさ、シャコでやろう、おんやろうって。なぜって、くれんのよ。なんでそこにやろうみたいな、なんか入ってきてて。まぁ、あ、ちょっとあれだね、半分やっぱ遊びの歌で、ね、本当にもう、楽しもうぜっていう。これ入ってるタイガーモービルがね、めちゃくちゃかっこよくてね、めちゃくちゃかっこいいよね。16年ほど経った高校なのよ。16年ほど経った、いやもう16年ほど経ったっていうところはもうノリノリとしか言えない。ノリ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 です。いや改めてやっぱいい曲多いな。はい、マジでいいな。これは改めてマジでファンになった、太郎さん。いやーわかる。あのパンダの心1曲目に出したんですけど、うん、自分の中でのテンションが徐々にヒートアップしてたから、うん、今だったらもっと固めて、うわー変身リベンジャーズのマイクバックして、全てなかったことにして、全てなかったことにできるんだよ。今だったらもっと熱く語れるけど、ちょっとでも徐々にヒートアップしたところもありましたけど、とりあえずね、パンダの心、はいはいはい、そして映画、うん、そして岡本くんでした。いいですね。私はバカ男の怒りをぶちまけろ、好きだなやっぱなんだかんだ、ゲロ、ゲロですね。まずけれ吐くぜ。変身リベンジャースーパーファイトバックでした。名曲や。ありがとうございました。ありがとうございました。